はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、新イベントシンクロリンクフェスティバルが開催されまして、皆さん楽しんでいらっしゃいますでしょうか。私はですね、最強デッキが使えることに気づいてしまいました。はい、ご紹介しましょう。まやかしデッキ上がりです。シンクロとリンクモンスターを多用し、相手のデッキを全てそぎ落とすことに全力をかけていると言われているこの最強デッキなんですが、なんとですね、このギミック全部使えます。はい、びっくりしました。気づいた時はびっくりしたんですけども、これどういうデッキかっていうと、まやかしっていうデッキがどういうデッキかっていうと、まずね、めっちゃその階段シンクロしていくデッキでございまして、そのハジュンとかからダッキ出してきてシンクロレベル3からしていくんですけども、ダッキがまやかしが出てくるたびに墓地から蘇ってくるっていう単一制御のない効果がありまして、これで一生ダッキがバン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 って墓地から蘇ってくるんですよ。で、3、5、7、9、11でリンクみたいな感じでどんどんつなげていく、シンクロとリンクをどんどんつなげていくっていうテーマになってるんですね。で、コンボ的にめちゃくちゃアンデッド族モンスターをシンクロ召喚していくので、回数的にはね、かなり何回ぐらいするんだろうな、ちょっと もはや分かんない、20回ぐらいするんじゃない、20回ぐらい特殊召喚、まあまあダッキー入れればもっとするんだけど、正規を吸うボーンタワーっていうモンスターが、これアンデッド族モンスターが出てくるたんびに相手の敵の上からカード2枚墓地を送るっていう効果を強制で発動するんですよ。これね、ボーンタワーと要はまやかしのギミックが揃った時に、先行で相手のデッキをゼロ枚にできるっていう相手のデッキを全部墓地で叩き落として、ゼロ枚にできるっていうね、最強コンボがありまして、これがですねできるんですね。これちょっと何度か動画にしてると思うんですけど、僕もまあコンボパーツとしては、まあ、ハジュンでシンクロ召喚できるんで、ダッキーはあとはボーンタワーを盤面に出力すれば OK です。盤面に出力する方法としては、まず1個目はこの、雪娘で墓地に落としてから死者蘇生とか、あと、このまやかしの、専用の死者蘇生的なカードがあるんですけど、これで対象をガシャドクロにして、ガシャドクロと同じ属性のボーンタワーを蘇生する、または目付きで、まあ、蘇生するっていう、ボーンタワーを、こんな感じの動きをね、していくと、ボーンタワーを場面に呼び出しながら、まやかしの展開ができますので、まあ、一応3枚コンボなのかな、だから一応1枚2枚、まあ、3枚どっちかな感じなんですけど、これまやかしってね、これねすごいね、サーチカードがあって、まやかし回転っていう、これ一旦に少し発動できないんですけど、何でもサーチ件ですよ、これまやかしが。だからね、結構決まるんです。はい、でしかもなんかハジュンとかワンフォーワンとかで出せたり、あとジェスターコンフィーからのなんかワンチャンとかでサーチできたりとか、まああと愚かな埋葬とか、こういうカードも一応貫通弾あったりするんですよ。この辺でまあだから一応まあ、コンボパーツはかき集められるから、これちょっと回してみたんですけど、イベントでなんかねすげえ決まるんですよ。こういうクソリッキってあんま決まんないから、なんか許されてるとこあって、だから結構決まるとうざいんだよね、割と。はい、これめっちゃ決まります。はい、でまやかしのいいところは、デッキ破壊できなかった場合もなんかすげえ強いトラップがあって、これオーガ妖霊ターンまやかしアンジー語りっていうカードなんですけど、これやけくそカードと言われてまして、これ自分のフィールドのまやかしシンクロリンクモンスターか、知らないシンクロリンクモンスターをいったリリースすると、このターンお互いに手札で逆さできからモンスター投手はできないという、もういや頭おかしいぐらい制約がかかるカードがあるんですね。でこれ一応デッキ破壊できんくても、これまやかし回転とかでサーチできるんですけど、これ打っときゃ相手の手が止まるんで実質勝ちみたいなのがあるんですよね。だからデッキ破壊するか、またはエクストラデッキ封じてもうクソゲーするか、まあ、どっちか の本当にクソムーブができるということで、本当クソデッカーにとってはね最高のデッキなんですよ、これマジで。はい、ぜひね、クソゲーをお見舞いしたいという方はぜひこのデッキ使ってみてください。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。あー、これはハンド的にはいけそうだな。ワンフォーワン取るか問題か。でもこれ1-4-1通さないといけないな。まあ、最悪一応5シンクロはできそうだけどな。あ、できねえか。できねえわ。これ切って、あ、ない。これ、ハジュン、特殊召喚。はい、こうですね。で、ハジュン特殊召喚成功時効果起動。で、から、まやかしモンスターを特殊召喚。何？あー、ビートベイダーか。はい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 、まあ、その辺問題ないです。もう別に今そんなに言うてあんま大したことないから、それはなんでかというと引いてるからダッキーを。
すべき最強という話ですね。で、ダッキ召喚、通常召喚ダッキ。さあとりあえずシンクロ召喚していくぞ。まやかしっていうのはですね、シンクロ召喚が階段式に行われるというところがありましてですね、まずこれでまずとりあえず3出すんですよ。で3出すとなんかまやかしがエクストラデッキから出てくると自分の墓地のダッキがなんかびっくりして蘇っちゃうっていう効果がありまして、これは名称しての単位置が全くありませんので、まあ一応ダッキはフィールド上に1体しかそんなできないっていう一応シーバイバーあるんですけど、その出てきたらうわびっくりしたって言って墓地からまあ蘇るという効果があります。はい。でまあ相手これ何起きるか多分あんま分かってないと思うんですけど、これまあまやかしってそんなに有名なデッキじゃないと思ってるんで分かってないと思うんですけど、今からですね、まあ、世界を終わらせるモンスターを出しに行きます、私。はい。こうやってなんか3579みたいな、で3579、11まで行ったら11からはリンクつないでみたいな感じになるんだけど、でダッキの効果起動して、はい。でこれで9と2で11出す、まあ、相手のデッキ位置は40枚だったんで、でもいけると思います。で、ダッキの効果が出てきます。で、まやかし大回転発動しまして、乳首大回転を発動すると、効果によって、この、なんだっけ、まやかし語りっていう、まあ、死者蘇生みたいなカードですね、実質。王家用レーターまやかし語りを使うと、こいつ同じ属性のやつを墓地から特殊ができるんで、これで、ボーンタワーっていうモンスターを蘇生しまして、で、こっからリンクしていくんですけども、ボーンタワーがいる状態で、アンデッド族モンスターがフィールド上に特殊化されると、相手のデッキの上からカードを2枚墓地に送るっていう効果なんですね。で、これが、その、アンデッド族が出てくるたびに強制で毎回毎回発動されるんですよ、これ。まあ、つまり何が起きるかって言うと、こういうことが起きます。相手遠征騎士や。相手遠征騎士やわ。これいいデッキだね、遠征騎士。これね、このデッキのいいところもう一個皆さんに教えてさせてみましょう。このデッキのいいところはなんと相手のデッキを全部カンニングできるっていう。デッキを全て墓地に送ることによって相手のデッキを、まあ、手札以外全てカンニングできるっていうね。あ、ニビルどうした。さあニビル無限法よ。結構ちゃんと偉いじゃん、誘発引いてて、あ、引いててとか入れてて偉いね。残念ながら僕のシンクロ展開は止まらないけど大丈夫。はい。でボーンタワーの効果とダッキの効果が無限に発動してて、これこうリンク4のモンスターめっちゃうるさいんだけど、リンク3もか、リンク3もリンク4もめっちゃなんかでき効果が効いてきてうるさいんで使うわけねえだろっつって無視して、でエフトイルも入ってる、すごいめちゃくちゃちゃんと入ってる相手っていうやつ偉っ。俺なんかあれだから先行のことしか考えてないから、手札2枚ぐらいしか入ってないからね。このデッキ抹殺用のウララとなんかあのニビルとかしか入ってないから。はい。で、まあこれリンクさんの効果で墓地から除外するとなんかもう一回そのまやかしモンスター蘇生できるっていうのがありまして、まあこれ基本的にはその相手のターンで蘇生して効果発動していく、魔法トラップ破壊とかモンスター破壊みたいなモンスターがいるから、それを蘇生していくムーブが基本なんですけども、これ2周できるような感じでデッキ入れてると、こうやってなんかもう一回階段できるんですよ。これ今階段をですね、もう一回降りてもう一回上がってます。一回上がってもう一回エレベーターで降りてきてもう一回上がってるっていう感じですね。はい。でこうなってくるともう異常なまでのアンデッド族のシンクロ召喚が飛ばせましてですね。相手よくされんだしねえな。これ何が起きるか何が起きてるか分かってねえのか。これちなみにまだまだいけるぞ。まだまだいけるぞ。なんか。相手なんか風呂入ってるこれ。なんかこれ相手風呂入ってるよ。とりあえずね、なんか、わかんない。相手全然なんか見てくれてるらしいから、これあれだわ。なんだっけ、デッキ破壊、なんか国崩しみたいな称号を得られるかもしれない。なんかさ、相手のデッキさ、全部破壊したらさ、もらえる称号知ってます？国崩しっていう称号。なんかルーンが流行った時はね、結構その国崩しを狙ってみんな頑張ってたんですけども、国崩しする前に相手サレンダーするか無理っていうね話がありまして、国崩し持ってる人めちゃくちゃレアなんですけど、はい。という雑談をしていた結果、なんか勝手に相手がデッキがなんか全然なくなってまして、はい。なんか相手かわいそうじゃない？なんか分からんけど、なんかデッキのカードさ全部墓地送られて手札4枚で戦わないといけない感じになるんだよね、これ基本的には。はい。あと3枚でした。はい。あと3枚らしいです。まあとりあえずリンクさん出しておきますか。はい。で、はい。
はい。クソすぎん。クソすぎんかこれ。ちなみにね、ボーンタワーを相手に送りつけてから自分のデッキを破壊して自分のデッキのあのジャックポット7を揃えて勝つっていうねデッキもあるんですよ。よかったら僕動画にしたことあると思うんですけど、よかったら見てください。うん、一応リンクさんはもうちょくとくか。はいはい。クソすぎる、クソすぎる。デッキ36枚全部もうちょく取った。35枚か。エンド。さあお前のターンだよ。デッキ0枚だけどな。クソすぎる。いやまあまあのなんか決まり成功率結構高い気がするんだけど、これなんかこれもいけるんじゃないですか、これ通ればですけど。まあ最悪通んなくてもなんかもうあれだわ、あの王家妖霊ターンぶち込んだら相手何もできねえぞ多分。さあ、あーうららね、はい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 。じゃあでもうらら無理か、これうららはこれ破壊しないで無理か。はい、で穴ぶち込んで傷穴確定していく。一応このハンドラット、まあ、一応いけます。まあ最悪ボーンタワー止められても王家妖霊ターンでなんかエクストラ封じできるんで、まあ、実質なんか相手のターンスキップみたいなことできますね、もう実質ね。はい、でハジュン手札に加えます。イケメンね、イケメン、まあ、ハジュンというか松潤と呼びます。僕はこれ松潤と呼びます。はい、で松本潤の効果、デッキからなんか可愛い女の子を、呼び込んでいく、で連れ込んで、でつららのまやかし雪娘の効果により、まやかしがいると盤面に出てこれて、でデッキからアンデッド族を墓地送るという効果ありますね。でこれでまあ、ボーンタワーを送っておきまして、でまあ愚かな埋葬を爆破させまして、目付きをね墓地送っていくと。でこうすることにより目付きの効果でボーンタワーが蘇ってくるんですけども、はい、でこうするとボーンタワーがいるという状態が作れまして、でボーンタワーがいる状態でアンデッド族を無限にシンクロ召喚していくと、いうことができるんですね。こちらにあの雪娘がいる状態だとあのまやかししかエクストラから出せないし、ダッキーの効果発動するのはまやかししか出せないんで、エクストラからほんとまやかししか出てきません、このターン。はい、だまやかししか出てこない代わりになんか無限にあの盤面にモンスター供給してい いけるんですよ。あ、双剣だったわ。あ、2ビル2枚落ちてる。かわいそう。で、ね、これちなみに墓地でなんか効果発動するようなカードがあるデッキだったらちょっと厳しいんですけど、まあ双剣はないですよね、基本的に。双剣はまあ、まあ、定位とかありますけど、まあ、そのターンにこっちの効果カード破壊してくるとそういうのないかな、多分大丈夫だと思う。で、はい、さあ、ボーンタワーの効果で無限回相手のカードが、まあデッキから墓地へ送られて、あとはこの作業を繰り返すだけです。さあ、あとはお相手がいつ気づくかどうかの問題でございます。意外とね、なんか知らないのかね、なんかね結構ねこれね見てくれるんだよな、意外と相手。なんかまやかしのデッキの構造知らないのかな。まやかしってさ、リンクさんが出たことによってさ、なんか無限回進行っていうか、まあ、リンクさんで墓地のモンスターもう一回蘇生できるから、もう一回またその新しくシンクロ召喚し直せるんですよ。なんで、まあ、実質なんか何回ぐらい特殊ができるんだろうね、これわかんねえ。なんかね、まあ、ここ超早いタイミングでこうやってボーンタワーがそんあの何あの出てきちゃった場合、多分、ね、60枚デッキでも削りきれると思うよ多分。普通だとね60枚はちょっと難しいんだけども、デッキ枚数削れんの。これ結構序盤に今出したじゃないですか、まあ、結構呼ばれてたんで、死者蘇生があったりとか、まあ、愚かな埋葬とかがあったりした場合って結構早めに出てくるんですけど、ボーンタワーがいつもだとそのガシャドクロが出てくるまでは基本的に出てこれないんだけど、あのまやかしのまやかし語りっていうカードで蘇生するからね。なんですけど今回ちょっと上振れが発生しておりましたので、ボーンタワーが割と早めに出てくると、なってくると、もうほんと60枚ぐらいは余裕で削りきるんじゃないかっていう気がするんで、まあ墓地から発動するカードのがなければね効果か。はい、ひたすらに無限保養とか、まあ、そのこういうカード送られてますけど、まあ、あんま今関係ないんですよ実際。はい、でこれでリンクさんが出てきて、でリンクさんがね、まあ、めっちゃ強いですよねこれ。
いつだったかな、雪娘あの実装されたのリンクさんのなんかね、割とねまあ最近よりのカードなんだね、どっちかっていうと、まあ、まやかしの中では。はい、これはいはい、なんかもう喋るのめんどくさかったやななんか相手全然サレン出してくんねんだけど、もうちょっと回すのめんどくせえ。ちょっとお前もういいぞ、お前のデッキなくなるんだぞ今から。これだからなくなんない未来を見てるのかな、こういう人だって。ちょっとわかんない、やっぱ無知って怖えよな。俺だったらもう秒速でサレン出してるわ俺だったら秒速サレンダーあるんだけど、はい、なるほどね、まだまだ見てくるらしいわ。雪む女の効果起動して、そうするとまたここで、あ、そう、対戦ありました。緊急テレポート、プリ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 、サイキックリフレクター強。サイキックリフレクター使えるんやこれ、このゲーム。まあそれは使えるからシンクロサポートだもんな、それはそうだよな。バスタービーストを手札に加えていく、なんだハルバードキャノンスラッシュバスターでも出すのか。ハルバードキャノンスラッシュバスタースクーデッキ考えないと。そういえば最近さ、なんかあの UR 確定ロイヤル確定パックで、あの多分ハルバードキャノンスラッシュバスターが出て多分悲しんでる人めっちゃいると思うんですよね使い道ねえじゃねえかっつって、多分なんか悲しんでる人めちゃくちゃいるんじゃないかなと思ってて、さすがにちょっとまあ使わざるを得ないよな、あのモンスター。そろそろ。パワーツール、ブレイビングドラグーンか。強いな。はい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 。でもさ、冷静に考えてさ、あれじゃない？なんかサイキックリフレクターってさ、レベル1のさ、あれじゃん。あの、緊急テレポートでリクルートしてこれる、あの、チューナーモンスターじゃん。だからさ、なんか、普通になんか、スラッシュバスター、割と出そうじゃない？ハルバードギャロン自体はちなみに出るんですよね、結構。テクジナスデッキって割とね、まあグレイブブラスターの方が5億倍ぐらい強いんだけどグレイブブラスターの方が5億倍ぐらい強いっていう話はあるんだけど、まあなんかなんだかんだハルバードキャノン自体は出るから、ハルバードキャノンスラッシュバスターを出すことはできるわな、まあ、出したところで感すげえあるけどな。何これ、グラビティコントローラー、なんかパワーツールブレイバードラゴンをグラビティコントローラーに変えるっていうのがやばい動きしてるけど、なんかそれな、え？え？いやこれ、いやだからさ、毎回毎回さ、なんでこれ使えんだよ、なんでこれ使えんねん。だからさ、これさ、燃えたけみんさが言うから、毎回マイイベントマイドマイイベント禁止にしとけや、マジで。まあ、まやかしデッキ上がり使って俺が言いたことじゃないけどさ、まやかしデッキ上がり使って俺が言いたことじゃないけど、この燃えたけみんさが言うからなんで使えんだよ。ちょ待って、そのせいから何、下ろしてから何？もう！だこのゲームだ、なんで使えんだよ、おかしいだろ。コナミ君、コナミ君、コナミ君、ちょっとさ、一個提案がある。イベントやるとき必ず燃えたけ水さん禁止にして。